슈퍼주니어 팀! 그리고 슈퍼주니어! 하이, 그나선! 그리고요, 슈퍼주니어 티안도 이노 우력쿠데스! 全体で開催した単独コンサートスーパーショーは主要28都市で公演数が100回を突破し、累積動員数はなんと107６万人を突破。また日本では2013年から3年連続東京ドーム公演を開催。そのスーパージュニアのメンバー、ドンヘさんとウニョクさんで結成されたスーパージュニア D&D は2012年にシングル「とったおっぱ」で日本デビュー以降、埼玉スーパーアリーナ公演を成功させるなど大活躍されている2人組ユニットです。およそ2年ぶりに再始動し、2017年11月から7ヶ月にわたる連続配信を行い、大きな話題となっているスーパージュニア D&E。 D&Eのー、新しいアルバムと、SM タウン、A-Nationなどのプロモーションのためにやってきました。だけど、今日は、今ここにいる皆さんに会いに来ました。皆さん、本当に会いたかったです。はい、ありがとうございます。 さあ、そして今日は新宿のユニカビジョンでスーパージュニア D&E スペシャル上映会と題して、過去のライブ映像や最新のミュージックビデオが放映されましたが、この上映会をご覧になっていかがでしたか？初めてパフォーマンスビデオを撮りましたけど、バンド皆さんに新しい姿を見せつけたし、またまた新しいチャレンジができたようでドキドキして、 楽しかったです。はい、このような企画で皆さんと一緒にミュージックビデオを見ることができて楽しかったです。8月8日に正式にアルバムが発売されたら、その時たくさん見てください。 ということで、いろいろと質問をさせていただきたいと思います。まずは日本でもこれまで数々のライブを行ってきたかと思いますが、日本で好きな場所または好きな食べ物などございますか？はい、新宿。皆さん、新宿で住んでいますか？ 新宿は綺麗な人がたくさんいます。はい、そうです。そうです。はい、新宿はいっぱい可愛い女性が多いです。 지금 앞에 계신 분들이 굉장히 예쁘신 분들이 너무 많아서 신주쿠에 이렇게 예쁜 분들이 많구나라는 생각이 들어요. というのは、今目の前にいらっしゃる皆さんが本当に可愛い方が多いので、新宿には可愛い方がたくさんいるんだなと思ってます。はい、好きな食べ物。食べ物、一旦、誕生日か。まずは場所のことから。僕の一番新宿の場所は今高知です。だから 皆さんがこっちに行くから、こっちが一番僕のファッションです。ありがとうございます。食べ物は、いつも僕たちが好きな食べ物、ラーメン。僕は辛味噌ラーメンが。
아이스크림카르미토라멘가있지만はい僕は、はい、一番食べ物は分かりますか一番欲しいビンゴおめでとうございます合ってます洋平さんがお好きなものはひつまぶしということですね、はい、はい、ありがとうございますさあ、ちなみにここは先ほどお二人が好きな場所と答えてくださった、はい、新宿ですけれども新宿に何か思い出とかございますか新宿は日本の若さを感じられるところだと思って一度来てみたかったです今日いい思い出ができたようでこれからも新宿とここにいる皆さんを思い出すと思いますありがとうございますはいさあそして日本語も堪能なお二人ですけれども今は日本語はいもちろんですありますかトメさんありますか最近僕が一番日本語の単語は本気だ本気だ何が本気だ僕の心が本気だおお、はい、本気だ本気だいいですね僕は、はい、ありますよく聞いてるでしょただいま電話に取ることができますピーという発信の後に後でお名前とメッセージお願いしますこれがここで一番好きな日本語です好きな日本語留守電に、はい、メッセージが好きということではいありがとうございますさあ続きましていろいろと質問させていただきましたがそんなお二人の実に3年ぶりのニューアルバム「スマイル」が8月8日にリリースされます今回のアルバムはどのような作品になっておりますか今回のアルバムは約3年ぶりにリリースされる「スタイル」というアルバムです「サンライズ」という夏に合う爽やかなリード曲とアルバムタイトルのようにいろんなスタイルの曲が閉まってますのでたくさん聴いてくださいね、ぜひ僕たちの曲歌詞を覚えてください覚えてますかサンライズ聴きましたかビューティフルサンライズ見たことないくらいじゃあお願いしますもう一回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 ビリフルスタンバイ見たことないくらいほらほらほらホニーホニーあー残念ですねぜひ覚えてくださいはいツアーで一緒に歌いましょう皆さんの声が聞きたいですはいわかりますかありがとうはい、ありがとうございます。そして9月からは日本武道館 2days 公演を含む3年ぶりの全国ツアー、スーパージュニア D&E ジャパンツアー2018スタイルが全国8カ所19公演で開催されます。3年ぶりのツアーということで意気込みを改めてお願いいたします。はい、今回のツアーで皆さんの心を盗むつもりです。本気だ盗むつもりです覚悟を決めて遊びに来てくださいね、はい、よろしいですか僕と親子が皆さんのために今回のツアーのために皆さんのためにツアーを準備して頑張りますので皆さん応援してくださいねはい、ツアーが楽しみですねありがとうございますはい、それでは最後にスペシャル上映会
枚か撮らせていただきますので、あのお付き合いください。はい、100お写真をこちらの会場にいる皆さんとお二人と、はい、100枚写真皆さん準備いいですか？何枚か。メイクアップいいですか？いつも綺麗です。はい、で韓国語でせっかくなので、あの韓国語で123、はい、ハナツーで行こうかと思いますが、よろしいでしょうか？いいですか？日本語日本語ないですか？日本語でされます。せーの。せーの。はい、せーの。パシャッと行きますので、お願いします。はい、それでは、行きますよ。せーの。はい、もう一枚行きます。行きますよ。はい、いきますよ。せーの。はい、OK が出ました。ありがとうございます。もう一回。もちろん、あ、ちょっとプライベートのゴンヘさんのスマホでお写真を撮りたいそうなので、お付き合いお願いいたしますね。こっちから。あ、はい、じゃあこっちから、こっちから、皆さん右側の方から下に行きますよ。せーの。はい、では反対側行きますか。はい、では左側の皆さん行きますよ。せーの。はい、せーの。はい、ありがとうございます。綺麗です。はい、あともう一枚だけちょっと写真の方お付き合いお願いいたします。はい、いきますよ。せーの。はい、そのままもう一枚までいきます。はい、せーの。はい、ありがとうございます。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。今ですね、撮影したお写真が、あの先ほどご覧になったビジョンに映し出されています。ご覧になってください。あ、皆さん綺麗ですね。皆さんが眩しくて僕のがやらなくないですか？皆さん、昨日夜チェックしましたか？チェックしましたか？ありがとうございます。はい、それでは最後になりましたが、ファンの方に一言ずつメッセージをお願いいたします。あ、皆さん今日は覚めましたか？終わったら美味しいものをぜひ食べてください。今日暑いなので、暑いのでこんなに来てくれて本当にありがとうございます。僕たちがこんな今回のツアー一生懸命準備しますから、期待してください。ぜひツアーで会いましょう。約束。ありがとうございます。はい、よくと僕が補足のために一生懸命頑張りますので、ぜひ応援してください。来てくれて遊びましょう。 OK? 歌詞を覚えてください。皆さん愛してるよ。本気だ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スーパージュニア D&E のお二人でした。盛大な拍手をお迎えください。ありがとうございました。バイバイ。優勝勝ちに、会いましょう。みんな来ますか？
ました。はい、送りました。この予感は眩しい光のもの。皆さん準備してください。さあ、イージーパートです。行きます。クリップスルバイ見たことないくらいほら。今日も明日からもシャリシャリシャリクリップスルバイ輝く君がいるなら。Pleasure, pleasure, wanna be together 愛してる行きましょう。